あなたが付き合ってくれて助かったよ。ありがとう。休館日の見通しってこんなに静かなんだね。でも今日もスタッフさんがみんなのお世話をしてる。水槽のメンテナンスも食事のお世話も休みなんてないもんね。うんうん、縁の下の力持ちやね。スタッフさんたちかっこいいね。そうやね、うちら自身もっと見えないところでも努力が必要かもしれないな。それにしても二人きりでこうやって展示を見ているとデートみたいやね。冗談冗談、今日は勉強しに来たんだから。ん？これってこれみんな同じ種類の魚だよね。色が薄かったり濃かったり、模様もちょっとずつ違う気がする。そうなんだ。そんなことを考えたこともなかった。うちらがそれぞれ違う人間なのと同じで、魚たちもみんな違うんやね。一匹ずつ大切にしてあげないと。説明をじっくり読みたいと思ってたんだ。駿河湾は最も深い地点で水深2500m あって、だから魚の種類も多いんやね。昨日もどうしてこの辺りでいろいろな種類の魚が見られるのか質問されたんだ。でも答えられなくて。うん、お客さんに一つでも多くのことを覚えて帰ってもらいたい。そのためにはうちが多くのことを知っておかないと。それにもっと成長した姿をあなたとようちゃんにも見てもらいたいから。ありがとう、あなたがいてくれて助かるよ。一緒に頑張ろうね。